のマイクを上げたいですね。もうちょっと上げましょう。なんか上げていい、酒井さんのおもてなしで今演奏していただいてるんで、ディセンのメンバーは言っていただけますか。お願いします。林さん、よろしくお願いします。もうちょっとこの演奏を聞いていただけますか。よろしくお願いします。では続いて、武者の魂について歌った歌、イザヤイの月、お届けいたします。Yeah.
Gentlemen, all gentlemen, we must listen good music. Okay. Thank you very much. ありがとうございます。ではラスト1曲になります。ちょっとにぎやかな曲をお届けしたいと思います。お月を見て咲く花もか、宵待ち草、聴いてください。 マグロさんでした。ありがとうございます。じゃあもう。
をやらせていただきます。こちらなんかあのオーストラリアで作った曲なんですけど、なんかね民謡みたいな感じになってしまって、日本人だからかなっていうところで、アボリジンの伝説を元にしました虹の蛇という曲を聴いてください。
どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。品川からいらっしゃいましたマグロさんの演奏でした。皆様、もう一度盛大な拍手をよろしくお願いします。すいません、帰り際にですね、下の方でマグロさんの CD 販売してますので、ぜひ、購買のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。以上でアトラクションを終了させていただきます。ありがとうございます。あんなすごいこと、こちらのご出身とか楽譜をちょっと聞きたいんです。すいません、ちょっと今演奏で癒されてですね、インタビューちょっとインタビューしたいと思いますけど、バンマス出されるんです。マグロさん、どういう楽譜っていうか、この、はい、この系統といいますか、はい、彼はその雅楽専門なんですよ。ああ、で、まあ、自分は、まあ、割とその、まあ、西洋音楽の、まあ、アメリカの音楽にすごく憧れたのもあったんですけど、まあ、留学してたのもあって、それでまあ日本で音楽活動するにあたって、まあ、彼とか、まあ、友達関係だったんですけど、そこからこうなんとかそのやっぱりその日本人としてのなんかその魂みたいなのと、なんかそういう古いものと今のものをなんか融合して新しい音楽ができるのかなと思いまして、それでこういう形の音楽を。あ、そうなんですか、はい、ご出身を伺っていいですか。出身はあの東京の品川です。品川でマグロさん、はい、お名前なんですか。品川正彦と申します、はい、あの高一点というか美しい方、ちょっと、はい、すいません、インタビューお願いします。はい、どうもありがとうございます、私もあの東京出身です。はい、生まれたのは世田谷で、あ、本当ですか、嬉しいです。それでちょっとあの山の多摩の方に行きまして、今品川ということで、はい、最初品川行った。本当ですか、ぜひまたいらしてください。それじゃあの雅楽のあのショーのなんか音色みたいな、すごくいいあの縦笛のいい演奏で、はい、ありがとうございました。あの七力という七力、ああそうなんですか、七力、はい、出身はあの広島県の呉市というところで、まあ、あの東京で活動を始めたんですが、今現在はあの広島と東京と、まあ、いろんなところで、はい、活動しております。お名前を、すみません、三浦元則です。三浦さん、中国館内でございます。中国館内ありがとうございました、ありがとうございます。それから今日はあのなんかミニギターとかあのなんか6弦ベースみたいな、すごく、うん、あの素晴らしい演奏で、ちょっとすいません、自己紹介でよろしく。足立区っていう、足立区、はい、山とかしてます。なんか全国的には知らない。今日はあのミニギターとか6弦ベースとかって素晴らしい演奏でしたけど、はい、あ、いやいや、いいサウンドでということで、皆さんよろしいですか。マグロの皆さんでございました。本当にいい癒しの音楽でありがとうございます。踊っていいもんか、なんかどうしようかなという、ちょっとあの観客はちょっとうろたえておりましたのでありがとうございました。すいません、どうもいらんことを言いました。はい、ありがとうございました。それではマグロさんと黒田先輩に盛大な拍手をお願いします。ありがとう。はい、それではです。